終わりましょうか。あ、はい、はい、はい、あ、すいません。来年の秋に訪問活動、NHK の周期にのなくなるということの話があったと思うんですが、はい、それを聞いたときに自分の頭の中で、訪問活動来年の秋も秋になくなる、だけどその間の期間 NHK の周期人さんたちは駆け込み周期をするんではないかなと、要するに活動を活発化させて、要するにそのまた無茶なその集金業務をするんではないかという危惧がその時に思ったんですが、当主どう思いますか？いや、そもそも急にポンと来年の秋辞めるんじゃなくて、受け持ち件数も相当減らしていっているので、残る集金人というのは結構優秀な人が残っていくのかなと。地域スタッフというか、いやいや、地域スタッフが残るんです、はい、これは残りますじゃなくて、やはりエドリンクスがそういうところの人たちはどんどん削られていくわけですよね、はいはい、で、もう訪問先がなくなるので早く辞める人、早期の退職者みたいになってくるので、はい、その次の仕事をやっぱ探していかなきゃいけないし、なんて言うんだろう、駆け込みだからってむちゃくちゃなことをするとかっていうことをすると、それこそ狙われるわけじゃないですか。確かにそう、もう皆さん知ってきてるわけですよね、 NHK の出勤だこれを持てっていうことを分かってきてるので、さすがにそれが増えるってことはないんじゃないのかな、相当警戒してる。 もちろん NLINKS と NHK の間ってもう殺伐としてるんで、もう完全に、だって片方はもう切るって言ってるから、俺たちで両さん散々こけておいて、もういざとなったらこうやって切るのかいっていうのが、やっぱ NLINKS とか委託業者のところの考えですから。NLINKS の株価ってもう200円台まで落ちてるでしょ、300、少なくとも一昨日は220円ぐらいだったと思う、370円ぐらいだったから、もうまあもともと1000円ぐらいで、我々の党が当選するまでは1000円ぐらいだったと思うんで、その株価が落ちてる、要するに業績も落ちてるし、はい、株価も落ちてるじゃないですか、はい、だからNLINKSももう背に腹は変えられないということで、はい、そういうこともやるの、いや、NHK がそういう目標をそもそも設定してないんですよ、はい、これは当然僕は前田会長の立場で考えれば、だって業務委託費が200億ぐらい下がるわけですから、そもそもの NHK の営業活動を止めても、その影響が出てくるのは2年後3年後とかですよね、はい、今年すぐにどんと、まあ、来年どんと減るわけじゃないから、支出が減って収入が減るから、そんなに厳しくないんですよ。もうたくさん収支が集まったら安くするっていう法律が、まあ、多分今回通るわけで、そんなに集めたいと思ってないんですよね。だからそもそもの目標ノルマを設定してないで、もう NHK の中では訪問によらない営業の数っていうのをすごい重要視してるわけですよ。訪問によらない営業の数は、これまでは訪問するから手紙を送っても契約取れないわけですよ。今郵便、そうそう、郵便だからもう、はい、訪問をせずにどれぐらいの契約が取れるのかって NHK 一生懸命調べてるわけです。データ取ってる、はい、もう人が行って取られると逆にそれが手紙では取れないから、そもそも訪問をやめたらどれぐらい取れるのかを調べに入ってるわけですよ。だからその訪問して強引に取ってこいっていう発想はないと、むしろ手紙を送ってどれぐらい自然に任意で契約してくれるのかっていうのをデータを取って、今あまりに余ってる予算があるわけですから、じゃあどれぐらいこのままでいけるのかっていう逆算をしていくわけですよね。だからあと3年ぐらいはそれは全然余裕でしょうね、経営する側としたら。ただその支払い率がどんどん下がってくるっていうことに対してのその危機感、もちろん国会で承認されづらくなるわけですし、まあ、何よりもネットに置き換えていくっていうことからすれば、まあ、そういう形で収入は減っている、もうテレビからネットに置き換えなきゃいけない、だからネットでお金を取るにはいわゆるスクランブル化ですよね、登録した人しかダメっていうことで、その時にテレビとネットをそのネットやスクランブルをしようというふうに考えてると思いますけどね。もうそういう形になっていくんではないか、もうそれを、いやそらだって訪問やめたらそら今の受信料取れないでしょ、今の逆に言えば訪問やめて取れる、今の支払いやつが取れるんだったらこれまでやってきたことは全然無駄っていうことですよね。だからやっぱり脅してたんですよ、実際に脅して取ってた、でもそれが追及されたからもうダメだから、脅さずに取る方法をやっぱ前田会長やっぱり賢いからそう考え出したわけですよね。で多分彼は来年1月にはもう
高齢だし辞めるっていうと思うので、じゃあその次の人がって多分でも同じ道踏襲すると思いますよ。あんなめちゃくちゃなね衆議院両国っていうのは、ね、結局は会長とか帰ってきますし、それこそ弁護士法72条違反とか放送法ってしょっぴかれの会長なんで、それは前の会長は絶対やりたくないからこう今の状態だったじゃないですか。他の職当時はどうでしょうか、その件に関して。まあその当時の質問だと活発化になっていった話でしたけども、はい、まあ、当時がおっしゃっている通りそれはないと思います、はい、で段階的に来年秋にはってことですので、まあ、その後どうなのかということを、まあ、我々だけでなく国民の皆様も NHK の、経営というものを、まあ、見守るというか見張っていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。以上です。はい。